陸上自衛隊第10音楽隊の皆様によりますファンファーレの生演奏に送られましてゲートインが始まりました。中京競馬場今日のメインレース第11競走はウィン5大賞4レース目ジャパンオータムインターナショナル第24回チャンピオンズカップ G1 ダート 1800m15 頭です。今年もさまざまな路線からさまざまな前哨戦を使った馬がこの中京のダート 1800m に集いました。それからお客様にお願いです。今回の出走メンバーが悔いなくその全能力を発揮できるようにメンバーがゲートを出るまでその声援をお控えください。今ちょうど坂の途中この激しい坂を2度越えることになります。ダート 1800m 中京コース今クラウンプライドがゲートインです。そして14番アイコンテーラーなど先にウィルソンテソーロが収まりました。そして名将ハリオグロリアムンディアーテルアストレアそしてノットルノです。そしてセラフィックコール今収まります。そして最後大外15番レモンポップです。レモンポップがこれからゆっくりと収まるところです。全馬のゲートインが今終わりました。スタートしました。さあ先行争いです。まずは何が行くのか何が行くのか。まず内1番メイクアリープイースタートを切りました。しかし果敢に行った果敢に行った15番のレモンポップが行った。1馬身2馬身リードを取るドライレーデそして13番 K.I. シェルビー2番手3番手4番手に帝王ケインズがつけました。そしてその直後にやや外め3番のジオグリフは後位の一角グロリアムンディクラウンプライド。さあ各馬が1コーナーから2コーナーへ入るところです。セラフィックコールは最後方から運びます。さあ向こう上面へと入りました。先手を奪ったのは15番のレモンポップ1馬身半のリード2番手の位置5番のドライレーデがつけています。3番手外から K.I. シェルビー内からと半分差4番帝王ケインズその後固まって3番ジオグリフクラウンプライドはその外この両馬の間6番のグロリアムンディです。そしてその直後に1番メイクアリープがつけました。さらに2馬身後方ですが萩野アレグリアス中段の外め内から接近2番の名将ハリオそして乗ってるのがいてその外に14番のアイコンテーラーです。あとは下がりました7番のウィルソンテソールが追走しております。さらにその外からとセラフィックコールポジションを上げ始めました。あとは8番のアーテルアストレアが続いております。各馬これから3コーナー3、4コーナー中間にかかります。15番のレモンポップ15番のレモンポップが逃げる展開となっています。ドライレーデが2番手から前に接近 K.I. シェルビーかなり手が動いている。クラウンプライドが外から接近です。内からはジオグリフ現在 4,5 番手帝王ケインズは最内です。さあ第4コーナーカーブ4コーナーから直線に向かった残り400を通過これから坂を駆け上がる。さあ最後の辛抱比べ粘る粘るレモンポップレモンポップが粘っている。そして2番手の位置ですが外をついてドライレーデドライレーデそしてそのうち食い下がっているのが帝王ケインズ帝王ケインズだ。さあ先頭は粘る粘るレモンポップレモンポップそして大外からは7番のアーテルアストレア猛然と足を伸ばしてくる粘る粘るレモンポップレモンポップ粘り切ってゴール。最後直線猛然と足を伸ばしたウィルソンテソールが2着そしてその後ですが帝王ケインズあるいは5番のドライレーヌだと固まっています。なんとなんと 1800m この逃げ馬分が悪いと言われておりましたこのチャンピオンズカップをレモンポップ逃げの手に出てそして逃げ切りました。これはお見事坂井隆生。これまで中京のダート 1800m この競争のでチャンピオンズカップの逃げ馬は非常に分が悪かったんですがなんとこの大舞台でレモンポップ初めての 1800m で押し切りました。そして後方待機のウィルソンテソーロ直線猛然と足を伸ばして2番手を確保そしてその後3番手ですが後位から運んだ5番のドライレーで帝王ケインズ3枠両馬が続いています。勝ちタイムですが1分50秒6上がり 800m は49秒 7600m は37秒3です。逃げ切りましたレモンポップ坂井隆生騎手です。これはお見事 1800m 初の 1800m が鍵と言われておりました。